はい、こんにちは、シュークレレヨッシーです。今日はメトロノームの話をちょっとしてみたいと思いますね。こういったジョグダイヤル、テンポ設定がジョグダイヤルでできるもの、まあこういうのもありますね。これもそうですね。これが、コルグ、これがヤマハですね。こういったのがあります。音も2つに、設定できますね。はい、そして、このようにチューナーとメトロノームが、一緒になったものもあります。これもヤマハですね。これ今テンポ100です。そして、これをプッシュすることによってに1回音が変わるかというね、まあ拍子が設定できるわけですね。今6拍子の感じですね。7拍子。そしてリズムですね。これはイーブンのリズム、8分音符の絵が出てますね。そして3連符、3連の中抜きですね。16分音符、16分の中2つ抜き、まあこういったリズム設定もできるという大変優れものだと思います。ボリュームはここで設定できますね。はい、そして僕が好きなのはこういうゼンマイ式のね、ウィットナーのメーカーですけども、こういった、これは非常にミニサイズなんですけども、アナログな感じのメトロノーム、これある程度巻いてこれがもうね、ネジが止まるまで練習しようとかね、いうことができます。これで、ね、電池がなくなるまで、やろうというとなるとなかなかなくならないと思いますね。しんどい限りです。でもこれはね、まあせいぜいテンポにもよるんですけども、少し巻いたぐらいではね、そうですね、数分で、ダウンすると思いますのでね、これが止まるまでやろうと。そして、これ意外と知られてないのは、ちょっと傾けるとシャッフルのリズムを得られるということですね。こういった、スキップ、スナップというリズムも得られる。タッ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 タ、これがスキップのリズムですね。それに対してまあ同じことなんですけど、タッ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 、これがスナップのリズムですね。こっちを先に取るか、こっちを先に取るかでスキップスナップが決まります。はい、まあちょっと余談もありましたけども、こういうアナログのメトロノームが好きです。はい、今日はそういうお話でございました。それではまた、バイバイ。